回世界的ゲームの祭典 E3 を取材する悲願の LA ロケで山崎に散々恥をかかされた伊集院は、3人で仲良くやりましょうよ。いやいやいや、山崎が現地解散なら好きに帰れよ。いや待ってくださいって、2人でやればいいよな。はい、やろうな。はい、ぶち切れた伊集院の命令で山崎は強制退場。かくして今週は森本と2人、ラストを思いっきり満喫する散策レポートへ。まだ街とかあんま見てないでしょ。全然。だからそういう街をこう散策しながら、はい、森本的になんか可愛いもの見つけたりとか、いっぱい見つけたな。俺的とか番組的にはこうゲームショップとかあれば入ってるとか、一石二鳥ね。楽しくやってみようと思うんですけど、いかがですか。楽しみ。俺も楽しみ。この店と入りたくて、はい、なあ、こういう、ごめん、ちょっと音声おかしい森本以外の声がなんかあれだ、地元のあれだろ、 FM 局とかのあれ音声がこう渾身してんじゃねえかな俺。いやいやね、ああ、なんすか、なんでまだいるんだよお前ら。 E3 でな、あれだけな、まあ、俺のメンツを潰してな、まだこの番組に入れると思うの、もともとな、おかしいんだよ。お前はゲームウェーブのレギュラーじゃないんだろ。他のバリバリゲームウェーブなんだよ。なんだよお前。いやでもほら、せっかくのぞみんなにほら出ないなんて、もう生殺しみたいなのもあるじゃないですか。いや違う、今日ね、これゲストと待ち合わせしてるから。ゲスト？いや、ゲストだよ。いらっしゃった、いらっしゃった。いらっしゃった。ゲストで勝つみたいな。どうぞ。やめろよ。ここで特別ゲスト、エリオくんが登場。つまり、山崎に残された選択は？帰るか、あと空いてる枠っていうのは、奥くんがやった AD の枠が空いてるから。AD だったら、番組収録見てもいい。山崎の選択は？じゃあ AD。じゃあチュース。俺はマロちゃん。マロちゃん、早く。勝って。大鉄。オレンジジュース、マロちゃん、日本ジャパニーズお茶。はい、so hot tea we have, no hot tea. We have hot tea we have. Hot tea, yeah. Yeah. Oh, okay. No, like お茶。お茶。ある。Yes, ある。Okay. Oh, あったマロちゃんかな。ダメ。お、like Japanese のお茶、right there。お茶。Very hot。これ紅茶じゃん。Very hot。これ very hot。Okay。How much? How much? これ千葉だ。378。ケーキとか？そろそろ散策に入ろうか。はい、行きましょうか。Okay、マロちゃん。Okay。ちょっと行ったのね、マロちゃんね。前半のトピックスはこの6つ。まずは最新アーケード情報から。ハロニチは、みずきです。今週は新作アーケードを2本紹介しちゃいます。まずはあのバイオハザードがアーケードに登場するということなので、早速聞きに行ってみましょう。カプコンとナムコが共同開発したことで話題のガンサバイバー2バイオハザードコードベロニカ、今日は一足お先に体験させてもらうことに。まず気になる基本操作をカプコンの小島さんに説明してもらいました。後ろ交代、前進、そして平行移動、平行移動、こういう移動をしながらこうゾンビの死角から武器があると、このボタンで取れますので、より強力な武器が出ていきます。それではやってみます。出てよいしょ。これやりやすいですね。わかりやすいです。そうそう、お家の家用ゲームのやつとはまた違った感じが。一人が引き抜けてもいいから、一人が戦略で。お、やっつけました。
これすっごい面白いんでみんなにもやってもらいたいんですけれども、アーケードはいつ頃から稼働されるんでしょうか。はい、7月の上旬を予定してます。じゃあその頃になったらテレビを見てる前の人たちもできるってことですね。ぜひカップルでやってください。お願いいたします。じゃあカップルでやってみてくださいということです。続いてこちらもヒット間違いなしの新作音ゲー、マンボア55。紹介してもらうのはアフロが素敵な倉野さん。こちらがですね、この夏登場する、ラテンパーカッションを、はい、モチーフにした音楽シミュレーションゲームです。はい、ゴーゴー。3つのコンガを叩いてラテンパーカッションを演奏していくマンボア55。2D キャラとムービーを使った賑やかな画面に合わせラテン気分を味わっちゃおう。じゃあ始めましょうか。はい、では早速やってみたいと思います。タン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 。ちょっとうまい、うまいですよね。あ、ノリノリで。どうでした今日は。すごい面白かったです。うん、難しいバージョンでもみんなで一緒にやったらとっても楽しいし、みんなでやったら結構楽しくゲームしたりする。みんな楽しくもやってみてください。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。それではこの辺でご一緒に、せーの、さらばい。声優さんいらっしゃい。どうも、夏目組です。今回私が主人公のリリー役をやりました。リリーのアトリエ、ザールブルグの錬金術師3がなんとついに発売になります。今回はプレステ2ということで、今までのアトリエシリーズよりもたくさんの要素が詰まってます。ぜひぜひたくさんの方に、プレイしてほしくて、こちらプレゼントいたします。皆さん遊んでね。じゃね。続いてスーパー特撮大戦2001。仮面ライダーやウルトラマンなど特撮主人公たちを集めた戦略シミュレーションゲーム。グラフィックはもちろん BGM まで同じものを選曲していて、ファン感動ものの作品になっているぞ。あの人気アーケードゲームが眼魂2対応シューティングゲームヴァンパイアナイト。オリジナルモードが追加され、アーケード時代よりパワーアップ。化け物に情けは無用、狙いを定めて撃ちまくれ。エースコンバット04が登場。大空を自由に飛び交い敵を撃ち落とすフライトシューティングゲーム、エースコンバットの最新作がいよいよテイクオフ。グラフィックとともに英語による無線が臨場感をアップさせているぞ。セガのゲームキューブタイトル最新情報。アーケードで人気のアクションゲーム、スーパーモンキーボール。最大で4人同時プレイが可能だったり、その他にもゲームキューブならではの新要素が盛りだくさん。ニュースの続きは番組後半で、お楽しみに。この番組は任天堂、エンターブレインとご覧のスポンサーの提供でお送りします。2年の沈黙を破り、あの伝説のゲームが蘇る。カルドセプトセカンド。ネットの向こうにライバルたちが待っている。メディアファミリー64。さあ、ダビスタ最新作が64で登場です。シリーズ最高のレースシーン、最新版データを押し下げ、過去最強のダビスタ、ダビスタリオン64が出走です。予約キャンペーン一斉スタート。メディアファミリー。はい、今から抜き打ちテストをします。じゃあ鬼ビランブ。はい、今割れなかった人は放課後に残りね。え、嘘、本当？行く行く。兵隊やっほー。手のものちょうだい。ロールプレイングゲームシャドウハーツ、予約すべし。LA 散策ロケを開始した一行は AD 山崎のお金で思う存分ラストを満喫。しかし肝心の AD 業務は、あ、レシートもらうの忘れた。ダメだよ、これよ、キメラでな、キメラでな。ゲーム
うん、山来ねえから車で移動して、はい、でゲームショップ一番見ていきますよ。おお、遅えよ。巻こうとしたでしょ今。いや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 、アプリ今レシートちゃんと取ってきたんですよこれ。お前ちゃんとこれちゃんとレシート書いてもらった。これお前書いてもらった木村様。これ大丈夫でしょ、木村様って書いてもらえてたじゃん。ただ書いてる紙がそのダブルバーガー何入れるみたいな紙なんですよ。チーズとかトマトとか、それ大丈夫ですかね。これ何を入れたらいいんだろう。これねギリギリね落ちない。木村さんこんなんばかりダメだよ。こんなちゃんと領収書もかけないで。結局自腹になってんですからいいじゃないですかそれは。伊集院さんに煽りが来るわけじゃないですからこれ。やんのこの後のゲームショップのロケも AD やんの。いや行きます行きますよ、それ行かせてくださいよ。やんならってちょっと絵を外れて。はい、それじゃあこの後ゲーム屋さんにゴー。ゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス。後編のトピックスはこの2つ。まずはオニムシャ2の制作発表会を紹介。2初のミリオンセラー鬼武者の続編、気になる主人公のモデルはあの松田優作さんに決定。早速ご覧ください。城下町などにもその舞台を広げた鬼武者2、チャンバラアクションの追求や人間攻略の面白さをゲームに導入したりと、アクションゲームの新たな世界に挑戦しているぞ。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は子供から大人まで楽しめる作品が登場。まずは人気漫画ギャンブラー伝説徹夜を題材にしたテーブルゲーム。さまざまな売人と対局していき、イカサマ技を身につけていくのだ。続いては J リーグ実況ウィニングイレブン2001、今年度の開幕データを収録した最新作。カビラさんの絶叫解説やサポーターの大声援などプレイ以外でも楽しめるのだ。スピード感抜群のアクションゲームソニックアドベンチャーの最新作は2人同時プレイも可能になり、各種モードも充実。ソニックの誕生日6月23日に発売だ。スーパーファミコンで好評だったシミュレーション RPG タクティクスオーガの続編がゲームボーイアドバンスに登場。地形の高低差を生かして戦うバトルシステムも健在だぞ。ウルトラマンを題材にした格闘アクションゲームがこちら。原作に沿いながら怪獣と戦っていくストーリーモードや、通信ケーブルを使って育てたキャラで全国の友達と対戦ができるのだ。緊急募集！ゲームウェーブではキスクローシリーズの取り消し配信版実現へみんなの協力を待ってるよ。あれゲーム屋だ、あれあれあれ。カラフルな。おい山、あそこ行くから。ワールドゲームズ。急に行ったらあっちの人って怖いじゃないですか、正直。そういう噂聞きますよ、なんか AD が撃たれたみたいな話聞きますよ。聞いてない。AD の噂聞かねえだろ、お前。聞きましたよ、俺。とにかくお前 AD なんだから、はい、ちゃんと中入って、今からこういう人たちが来るんで、はい、取材をですよね。取材させろと。ということで、取材許可を取るため、急遽山崎がゲームショップと交渉することに。How you doing? Oh, Japanese famous gameTV program. Right, very good. Oh, very good. Oh, yeah. Interview, okay? No, no problem. Wait. Okay. Okay. Hey, okay. Easy. じゃあちょっと俺じゃあ行きましょうちょっと。Hey. This is the game store. What are you doing here?Game store, yeah. Right. Do you know anything about the game? Game? Yeah. Ah, やるかって。No. You don't know anything about the game. Go. Go on, you don't know anything about the game. Go. Okay. Go. Game shop interview. Go on. I don't want you. Go. Go. Sorry. Go. Okay.Please. No, I don't want you in the store. Go. ダメでしょ。
ダメでしたじゃねえだろうね。いや、わかんねえしな、途中で気にさせちゃったかもしれないから。なんでそういう風にしちゃうんだよ。いや、すみません、日本の恥をかいちゃうんだよ。いや、でもほら、当たり障りのない、ほらやり方だろ、そんな交渉事なんか全部はい顎八丁だろ。いや、どういうこと、顎八丁って八丁って今説明すりゃ、そんな取れんだろ、どう考えたら。いや、すみません、すみません、すみません、これ僕は手本見せてきます。いや、マジやめた方がいいっすよ、本当に。いや、本当にあの後半ノー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 言ってもうゴーゴーゴーです。うん、見た、ちょっと見えでしょ、うん、いや、絶対これ違うとこ行った方がいいっすよ。知らないよマジで。あんたこれ OK、 これ OK。 嘘でしょ、なんで。行こうや、もう行こうや。シェイクハンドプリーズ、シェイクハンドプリーズ。そんなんでよかった、ワーンって。要は気持ちなんだよ、お前気持ちが入ってねえんだよ。なんか違います、なんでオッケーなんだろ。本当でしょうね。いいよ、ほら入った時のリアクションで分かりますか。お前フレーム外れてる、俺たち入ってくからすぐ叩き出されたら。オッくんが嘘ついてるってことじゃん。何が違うの俺とオッくん。はいはいはい、何の問題もないよ。めちゃめちゃ不機嫌になってる。何の問題もないよ。I don't understand what he was talking about。何だって？何言ってるか全然わかんなかったって彼。お前のせいじゃねえかよ。ソーリーソーリー。ということで、こちらロスのトーランスにあるワールドオブゲームスで店員のダエンさんにアメリカのゲーム事情をインタビュー。 Is either PS2 or the Game Boy。 PS2 Game Boy。 Game Boy Advance は？ Do you have a Game Boy Advance? No, that's coming out. I had the Japanese, but I'm sold out.But the American version is coming out on June 15th. Tekken Tag Team, Tekken 4, basically. Tekken. Onimusha. Onimusha, yeah, but Tekken sells more than Onimusha. Oh, こっちでも Onimusha って言うんだ。ゲームギアのソフト、かなり普通に売ってるよ。あ、ゲームギア本体も売ってる。この辺はスーパーファミコンのアメリカ版。いやでもなんかこの店で分かったことはやっぱりアメリカのゲーム屋さんは割と古いハードも大切にするんで、こう古いソフトもちゃんと置いてますね。でそれはもうマニアも買っていくし、あとやっぱりずっとそれを持ってるような人もいっぱいいるみたいで充実してますね。お疲れ様でした。お疲れ様でしたね。お前さ、取材のアポイントまで取れないし、もう AD さんの役も無理だから、もう一人で帰ってきて好きに。なんでですか、さっきからそうじゃねえかよ。俺がマロちゃん買ってこって、なんかつやつい飲めねえの買ってくるしさ。だからって、ね、あれなんですよ、俺金もらってないですからね。金もらって自腹で全部払ってんすから、それを文句言われたら俺納得いかないですよ。じゃあなんだ、お前はじゃあ金さえもらえばちゃんと買い物できんのに、俺の頼み方が悪い意味でこんなんのか。それはやっぱ、それはね、やっぱ買う立場として、やっぱお金をいただいたら、それはそれなりのものをこっておくな。100ドルなチップ。今チップじゃねえよ。今の話の流れはチップじゃねえだろ。金渡すから買い物してこいよ。ちゃんとできたら、はい、スタッフだったってことで一緒の飛行機で帰ろうや。ラストチャンス。ああ、いいですよいいです。何買ってくるんですか。イチローのルーキーカードと野茂のルーキーカード、専門店を探して。専門店知らないですか。知らないよ。I don't know。 知った、自分で買い物。僕は探してってことですか。そうそうそう。ああ、頑張れ頑張れ。探してイチローと野茂を買ってくるんですね。そういうことです。はい、わかりましたわかりました。イチローと野茂のルーキーだからな。ルーキーね。ルーキー。まあその前に専門店カードを探さなきゃいけないわけ。専門店はカードじゃない。カードの専門店を探さなきゃいけない。そうそうそう。専門、おかしいじゃん、店が書いてあるカード。そんなのおかしいだろお前。あったらじゃあそれも。ここら辺のとこで適当に言ってもうあんのかな本当これ。ゲームボーイアドバンス。どっちにしようかな。これでいっか。ちょっと待った。本当にその選択でいいの？君は自分の人生もそんな簡単に決めるのかね。そうなの？そうなんだ。おっしゃいました。あなたを信じてたのに。ごめんなさい。常に悩み考えろ、生きることは決断の連続だ。ゲームボーイアドバンス、タクティクスオーガ外伝。アミ2、ついに見えてきた鉄拳4、徹底攻略タクティクスオーガ外伝。まだまだ行くぞ、グランツーリスモ3限定商品販売中。新しいカードバトル始まる。ついに新女神転生の悪魔たちがカードゲームになった。新女神転生トレーディングカード、カードサマナー。
スペシャルカードを手に入れろ。新人アイドルさん、いらっしゃい。このコーナーは新人アイドルが森本沙耶香とゲーム対決し、勝てば20秒間 PR できるという素晴らしい企画なの。今週の新人アイドルさんは誰？はい、佐藤由美奈です。待ってるよ、新人アイドルは好きな食べ物がバナナという佐藤ゆりなちゃん。 PR するには勝つしかないのよ。もし勝つことができたら PR したいことは何ですか？写真集です。あー、なるほどね。写真集タイトルは産業廃棄物という。もうこのコーナーね、勝たないとマイナスですから。ある意味出てもいねえタイトルで言われますからね。さあ、サイズはどういう風になってますか？どういう風になってますか？83の D です。83の D、はい、D カメでございやす。もうプリプリ。さあ、今週チャレンジしてもらうゲームはこちらのゲームです。専用コントローラーパーコンを使って12種類のミニゲームが楽しめるお茶の間バトルを使用。その中から今夜はネジ劇場で対決。とにかくネジをたくさん抜いたプレイヤーの勝利。抜いて抜いて抜きまくってね。 OK、 はい、 OK、 はい、 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 きたー、 よし、 レディー、 ゴー。 はい、 なに、私何色？ あー、私青か。 やばー、 よっしゃと森本の一騎打ちじゃねえか、これ。何よし、森本のそばのネジ抜いちゃおう。よし、さあ、合計結果が出ますよ。結果はご覧の通り。ということは、俺と森本が同時中です。イエーイ。マイク返してくれる？もう出演者にしかマイクついてるでしょ。それもう喋る権利ないからさ、負けたから。ということでですね、勝てば PR、 負ければ地獄の扱い。新人アイドルさん、いらっしゃい。着替えろうかな、着替えな。ということで PR したい新人アイドル大募集。詳細は番組ホームページで。指令でトルコの専門店を探し歩く山崎は、街行く人々を訪ね、どうにか目的のお店に到着。無事指令を遂行し、日本に帰れるのか。ハロー、ハロー。スポーツカード。スポーツカード、プリーズ。 What type of sports cards? Look. Baseball.Maybe Japanese player? Yes! Suzuki! Yeah. Oh! Bingo! Yes! So. Okay. Let's go. Suzuki! Oh, I'll show you Suzuki. You want to see Suzuki cards? Yes. Okay, I'll show you right now. Suzuki, 似てる。これ世界に共通するモノマネですよ、俺の。Oh! Sasaki! Oh! Yes!すごい。このモノマネ名人だ俺。オッケー。あとね、オッケー。あ、ではノーモー。よし。オッケー。ノブ、スポーツカー、スポーツカー。スポーツカー。どうして？すごい。全部通じてる俺のモノマネ。ゲーム。あ、いい。こちらの少年は。ホームラン王サミー・ソーサ選手の大ファン。それを聞いた妙な日本人は、ソーサは？ソーサカード。 I don't have any ソーサ。持ってないの？ I'm trying to get one。 持ってない。
No, no. 操作カード No. No. 買ってるお兄ちゃんが。よし、そう、操作、操作。操作？操作カード。Yeah, 操作。What's your name? Sean. Sean.、My name is Yamazaki. Yamazaki? Okay. Japanese. Japanese. Number one Japanese. Yo, number one America. Yeah. 初対面。Number one 同士。操作。Okay, 操作。他にも全く関係ないカードをあれこれ買い漁る山崎にディレクターは。いいの、伊集院さんのお金で彼にプレゼント。内緒に。まあこれ内緒に。まあ最近どっち取るっつったらやっぱ俺あっち取りますんで。ショーンの。おう。Thank you. You present. Thank you. 国際的な付き合い。Yeah. International. Okay. ありがとう。OK, thank you. ジャパニーズ、ありがとう。ありがとう。Yes! せーの。ありがとう。ありがとう。ワン、ツー、スリー。ありがとう。Yeah! Thank you! Alright, have a good day! Bye bye! Bye bye! Bye bye! I'll see you next time! はい、これ入れたら全国優勝？緊張する。今私たちは全国のライバルと戦っている。やった！ベストスコア！父さん、携帯貸して。来るぞ！モバイルアダプターをつなげばライバルがどんどん増える。全国に広がる。僕の名前が載ってる。たかし、全国14位。おっしゃ！もう一回チャージ！モバイルゴルフがゲームをさらに深くするモバイルアダプタ GB とセットで新発売。コンペに参加してゼクシオをゲットしよう。ついに見えてきた鉄拳4、徹底攻略、タクティクスオーガー外伝、まだまだ行くぞ。グランツーリスモ3限定商品販売中。新しいカードバトル始まる。ついに新女神転生の悪魔たちがカードゲームになった。新女神転生トレーディングカード、カードサマナー、スペシャルカードを手に入れろ。この番組は任天堂、モンスコライブ、エンターブレインと、こっちのレポートに行かねえだな俺も。何？ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。下ゲームウェブっていう方に。さて次週は話題の PS2 用本格 RPG シャドウハーツを徹底特集。これはもう見逃せないぞ。今夜もファミ通より攻略本トゥルーラブストーリー3公式ガイドブックとそれぞれソフトをセットにして5名の方に